き続き衝撃的に語れ。2014年8月5日、レス番号520、娘。ちょっと眠れないので、流れと空気を読まずに問うか。フェイクちょっと入れます。大学で知り合った元友人の話。現在はいろいろあってカットアウト済みですが、その元友人を A とします。A は既婚者と不倫っぽいものをしていて、中学だか高校だかからの憧れだった人と、泥沼に入ってしまったらしい。で、私はここまでしか知らなかった。私が、ふん、で終わらすから、話していてもつまらなかったのだろうと思う。共通の友達 B は聞き上手なため、それ以降の話を聞いたみたいで、それを話してくれた。なんでもその既婚者、A と同じくらいの娘がいるんだとか。まあ他にもいろいろと聞いたけど、思い出したくもないので省略。でもその後の B の言葉が、どうしても頭から離れない。あの不倫相手、実は自分の娘に手を出したかったんじゃないのかな？でも出せないから、手頃な A にってことも考えられるよね。考えすぎ、じゃないかなって返すのが、精一杯でした。2014年8月5日、レス番号523、虫歯。割と小さな衝撃で申し訳ないんだけど、彼氏の口臭が、一時期ひどい時があった。言うに言えず、どうしたもんかなー、と考えてると、彼氏が、なんだか歯が痛いんだよねー、と、しきりに歯を気にしているみたいだった。私も軽い気持ちで、虫歯かな？とか言ってなんとなく見せてもらうと、奥の方にある二つの歯に大きな穴が、虫歯ができる絵本とかで歯が黒くなる描写があったりするけど、今まで虫歯を自分の目で見たことなかったから、本当に虫歯で穴ができるなんて衝撃だった。本当にぽっかり穴が開いてたんだもん。その日はもう遅かったので、翌日に彼氏を歯医者に連れて行くと、歯医者さんにがっつり怒られてた。前々から痛いなら、早く行けばよかったのに。口臭は割とマシになりました。2014年8月5日、レス番号524、子供。本当に衝撃を受けた体験格よ。私は当事者の家族という立場です。A さんは女性でゲイ、B さんは男性でゲイだった。しかし、実家や職種などから結婚の必要を感じ、いわゆる仮面結婚をした。二人はもともと友人だったそう。実際はそれぞれの恋人と暮らしており、夫婦の実態はない。A さんと A 彼女は、やがて赤ちゃんが欲しくなる。A さんが知り合いの紹介で男性の C さんと子供を作り、ほぼ臨月の状態になってから B さんに、戸籍上の夫になってほしい。と話す。B さんは子供が苦手だったし、どうやって育てるのか、一生子供に嘘をつき続けるのか、など反対。しかし子供好きの B 彼が喜び、大賛成。そんなわけで、赤ちゃんは AB の実子として誕生。実際は、A さんと A 彼女の家で育てた。しかし、C さんの奥さんは不妊で悩んでいた。いろいろトライした結果、もう無理だということに。C 奥は病んだ。C さんも悲しかった。そんなある時、C さんは A さんの子供に会いたくなる。A さんは断ったが、事情を知った B さんカップルが、C さんと子供を会わせてしまう。C さん、初めて見る自分の息子に感動。奥さんに事情を話し、引き取りたい旨を相談。C 奥からしたら、自分の旦那がよその若い女に子供を産ませていたわけだから、ショックでメンヘラか。子供を襲おうとする。一連のことに気づいた A カップルが、B カップルと大喧嘩。こうなるから絶対に会わせないって約束したのに。と。そして全てが明るみに出た。結局、AB は離婚、C さんは再構築、子供は A さんの親戚家族が養子にして育てることに。C さんは今でも子供を引き取りたがっているが、書類的にもややこしいから諦めてもらった。BC は子供がどこにいるか知らないし、子供の名前も変わったから突の心配はない。ちなみに子供は元気に暮らしています。びっくりするよね。2014年8月5日、レス番号541、男女共学。幼稚園から中学まで、俺は悲しいぐらいモテなかった。そんな俺の希望の光は、俺らの代から男女共学になるという元女子校。学校のレベルとしても悪くはない。すごく良いわけでもないが、俺はそこを受験することにした。そして合格した。俺の1組は全32人中、男子7人。ハーレムじゃー。と、ワクテカで迎えた入学式だったが、俺のクラスの女子が部しかいなかったのが衝撃だった。そしてもっと衝撃だったのは、ブスの中にいてさえ俺は一度も憧れの男女交際をすることなく、卒業式を迎えたことだった。卒業式の日、俺ってどんだけモテないんだ。と少し泣いた。そして第二ボタンを桜の木の下に埋めてきた。そのタイミングでその学校にブサが入学すれば、下心見え見えでみんな引いてたんだろうな。ブスオツ。2014年8月5日、レス番号543、若奥さん。
私は夫と高校生の時から付き合っていて、大学卒業するまでずっと義実家の店でバイトしていた。ので、高校生の時から、まるまる屋の若奥さんとか、お嫁さんと呼ばれてた。夫は家業には興味がなくて、企業に就職。私も就職してすぐ結婚、その後出産、転勤、と続いたけど、年末や盆などの忙しい時期は帰省して手伝っていた。今は転勤で地元に戻ったので、また義実家でパートしている。家業は義妹と義妹夫が継いでいて、営業や事務作業的な仕事は、夫より一回り年下の義弟がやっている。結構繁盛しているし、昔馴染みは私のことを覚えていてくれて、50も目前の今でも、若奥さんと呼んでくれる人もいる。現在は義妹がおかみさんで、義妹夫が大将、義弟が若旦那で私が若奥さんと、なんとも複雑なんだけどね。それが義弟嫁には面白くないらしく、顔を合わせると嫌み放題。自分はランチのレジくらいしかできないのに、子供は狼、義母に任せっぱなし。お得意さんの名前も覚えていないくせに、平気で義妹や私の悪口や抽象を口にするんだよ。店の手伝いがしたいなら、格子の区別くらいつけてほしい。さっきも店で常連さんに向かって、お姉さんはもう若くないのに、若奥さんっておかしいですよね。いい歳して名前にちゃん付けで呼び合ってて、気持ち悪い夫婦。って言ったよ、義弟嫁。確かに私は夫を〇〇くんと呼んでいるし、夫は私を〇〇ちゃんと呼んでいるけど、そんなに気持ち悪くない。よね？なんたって15の時からずっと、夫はもちろん、義実家全員からそう呼ばれてきたわけだし、私実家でも夫をそう呼んでいるわけで、今まで何の疑問も持ってなかったよ。別に夫婦でどう呼び合おうが自由。おかみや大将が何も言わんのなら、気にせずほっとけ。2014年8月5日、レス番号545、盆踊り大会。近所の小学校校庭で行われた盆踊り大会が、本当に盆踊り大会だったこと。お祭りだ、ヨーヨー釣りだ、焼きそばだ、と浮かれていったら、揃いの浴衣着たおばさま方が、ガチで盆踊りしていらした。来賓向けにビールや唐揚げの夜店は出てるものの、子供ほとんどいねえ。提灯が白い LED なもんで、余計に寒々しい雰囲気だし、すごすご退散してきたわ。なんだ、ただの愚痴か。うちの町も、盆踊り大会は本当に踊るだけだよ。その代わり、ご町内の地域ごとでグループができてて、優勝争いっぽくなってる。お母さん嫁さんが出るから見に行く人も多いけど、屋台が出る祭りではないな。2014年8月5日、レス番号555、猫。流れは読まない。今だとありえないが、生後3週間の子猫を人にあげた。理由は、あんまりにも大きくなってからだと、家を覚えてるから帰ってくる、という理由だった。ところがどっこい、その猫が4ヶ月くらいの時に、自力で帰ってきた。これが第一の衝撃。確かに近所だし、たまたま寄ったのかも、と思ってたら帰らない。あげた家に電話して取りに来てもらう、を10回繰り返したら、あげた家が諦めた。もういい。ネズミ取らないし。田舎なのでネズミ避けであげた。ただ、生後3週間で親猫から離れたから、暴君になっていた。そこは先住猫にしつけられて、少しマシになった。母猫と生後4ヶ月まで暮らしてて、猫の常識はバッチリ。そして、しばらくしてネズミを取ってくるようになった。家族はパニック。取らないんじゃないの。って、家族に見せたいから捕まえてくるって聞いて、感動2割、パニック8割。猫の本に、ネズミを取ってきたら褒めること、とあったので、褒めたらネズミをあまり取ってこなくなった。これが第二の衝撃。かなりヘタレで、メスと認めたものには甘く、オスと認めたものには厳しくなり、喧嘩っぱや異性でエイズ感染して、最後は腎不全で亡くなった。可愛かったなぁ。2014年8月5日、レス番号556、研修。新卒で入ったブラック企業の自社研修で、同僚が研修担当に襲いかかった時、社長とその親族の役員の研修は語学研修という名の海外旅行だが、それ以外の社員は洗脳目的のような研修だった。具体的には、自分の欠点を30個以上出し、他の奴らがそれを罵倒する等々。研修最終日だったかな。同僚の中で一番学歴が高く、担当の目の敵にされていた奴が暴走。俺、精神科行ってるんで。みたいなことをつぶやいてから担当のすねに蹴りを入れて倒し、発表の時に使うはずだった画鋲を担当の口に大量に放り込んで、机に顔から叩きつけていた。その後、新入社員全員で袋叩きにしたのはしっかり覚えている。ひたすらケツにつま先で蹴りを入れてたのだが、サディストでもないのにひたすら気持ちよかった。さすがにその後は裁判を起こされるのではないかとビビっていたが、幸運にも相手は泣き寝入りしてくれた。散々罵倒してきた人にリンチを加えるほどの快感は、未だにない。もしかすると自分もおかしいのだろうか。2014年8月6日、レス番号557、妹。周囲には言ってないけど、実はうちの家族は、全員血が繋がっていない。
俺は母さんの初婚相手の連れ子で、今の父さんは血縁上の父親が病気で亡くなった後の、母さんの再婚相手。妹は5歳の時に養子に来た。妹の両親は、母さんの親戚関係だったらしい。家族で血縁がないことは衝撃ではないんだけど、妹が俺たちに血縁があると思い込んでいたことが衝撃だった。パスポート作る時に分かってびっくりしてたけど、こっちもびっくりした。家族で話題にはしないけど、暗黙の了解というか、家族内では周知の事実だったから。妹によると、家族、特にお兄ちゃんと父さんはそっくりだから普通に親子だと思ってた。ということだけど、俺たちは俺と父さんが揃ってデブってこと以外はぶっちゃけ似てない。それより何より、妹はうちに来た時物心ついてたんだけど、実の両親なんか、記憶のかけらもないらしい。やばいわ。私がお兄ちゃんに襲われても問題にならないってことじゃん。私可愛いから、童貞こじらせたお兄ちゃんの目の毒じゃん。マジやばいわ。と、ミサは超のビッチ発言くらった。架空だけど結構リアルな彼女の話を何度もしてるのに、童貞だとバレてたことが猛烈に恥ずかしい。なんだよ、途中までオチが妹がグレたとかやんだみたいな話かと思ったら、仲良いまま童貞がバレただけかよ。妹なりに葛藤はあったかもしれないけど、今の両親は良い親だし、グレる理由はなかったんじゃないかな。バカだし、童貞がバレたんじゃなくて、最初からバレてたんだ。それなのに、俺は架空の恋愛苦労話を語ってしまってたんだ。え？何？童貞こじらせたって誰が？と笑ってごまかしたけど、優しい意味で。いくら何にしても筆下ろしにはならないんだよ、ブーちゃん。と肩を叩かれた。なぜ俺が最初に恋愛について語った時に、それを言ってくれなかったのか。なぜ俺の話を信じたふりを最後まで続けてくれなかったのか。疑問は尽きない。2014年8月6日。レス番号572、姉の出産。姉が、驚くほど淡々と出産をこなした。姉は里帰り出産の初産で、陣痛が始まった時、私とテレビを見ていた。途中、姉に顔色一つ変えず。ああ、陣痛来たかも。時間見てて。と言われて測ると、30分間隔。もっと、イタッとかリアクションが体に出るものと思ってた私は、拍子抜け。出かける用事があった母にも陣痛っぽいことを伝えたものの、姉が余裕しゃくしゃくな様子を見て、今日ではないだろう。と判断して外出。だんだん陣痛の感覚、というか、姉が、今、何分？と尋ねる感覚が短くなってきて、姉自ら病院、タクシー、義兄へ電話。私が両親に連絡取っている間、自宅2階に置いてあった入院セットを、これもまた姉自らトントンと軽快に階段を上り下りして取ってきて、駆けつける家族への誘導もあるだろうから、と、私も病院へ同行。分娩室へ入るまで姉に付き添ってたんだけど、様子を見に来た看護師さんやお医者さんは、平然としている姉に体操驚いていた。思わず、痛くないの？と姉に聞くと、涼しげな顔で、そりゃ、痛いよ。内側から体をちぎられる感じ。と、ごめん。全然そんな風に見えなかった。出産に立ち会った義兄曰く、姉は、いきんで、と言われた時も、ふ、とか、よいしょ、とかそんな感じで、義兄の言葉を借りるなら、大根でも引っこ抜くような気軽さ、だったとか、後で自分なりに調べて、痛みの自覚があまりなくて産む人もいるらしいと知ったんだけど、姉の場合は、ちゃんと痛みはあったみたい。普段の姉は怪我すれば普通に、痛い、絆創膏、絆創膏、とか言う人、そんな姉の姿を見て、みんな大げさに話してるんだ。出産とはいえ耐えきれる痛みなんだ。と、自分の出産の時舐めてかかった私。外出したため姉の出産に立ち会えなかった母に、姉は、なんでもっと痛がらなかったの。と言われていたが、私は、そんなラーラー騒いだところで赤ちゃん出てこないわよ。と叱られた。出産直後、姉は人材なんじゃないか？と本気で思ったわ。2014年8月6日。レス番号573。勘違い。登場人物。私、21歳、大学生。A 先輩、2個上、陰性。B 子、1個下、私の研究室の後輩、かつ、A 先輩とバイトが同じ。私と A 先輩は、サークルの先輩後輩。数ヶ月前、A 先輩からメールが届いた。話したいことがあるんだけど、今日空いてない？よかったらご飯でもどうかな。特に何も思わず OK し、近くのファミレスへ。お互い注文し、絶えない話をしていると。今日呼んだのはね、言いたいことがあったからなんだ。なんすか？サークルのお叱りですか？届いたパスタをつつきながら、もじもじしてる。え、本当なんですか？俺さ、お前のことすごい尊敬してるし、良いやつだと思うんだ。はぁ？でも、俺お前のこと恋愛対象としては見れないんだよね。え、な、は？だからごめん。お前の気持ちには答えられない。でも、こんな俺でよかったら今まで通り遊んだりしてほしい。
ダメかな？涙目。え？ちなみに私はその先輩のこと好きなんて言ったことはないし、なんなら別の人に絶賛片思い中。何回か複数人で遊びに行ったことがあるけど、どうやらそれで。こいつは俺のことが好きに違いない。と勘違いしたらしい。え、あはは、別に大丈夫ですよ。私今勉強が恋人なんで。頭真っ白になってたから、こんな返事しかできなかった。ちゃんと訂正しとけばよかった。そのままご飯食べて、その日は解散になった。普通の人だと思ってたから、そんな勘違いされたことが私の中で一つ目の修羅場。後日、B 子と飲んでたところ、A の話になった。あ、なんか A さん、誰かに告られたらしいですよ。え、そうなの？なんか、俺ファミレス呼び出されて告られたんだよ。あ、いや、まあ振ったんだけどさって言ってましたよ。ま、どうせ嘘でしょ。ねえ、それっていつぐらいかわかる？何月の、いついつくらいですね。ごめん、それ多分私だ。え、私子さん、あいつのこと好きだったんですか？それはない？うん、それは、ない。え、じゃあ、あの話嘘か。どうやらバイト先で。モテる俺かっけー。を演じようとしていた模様。すぐさま B に真実を教えました。知らないところで嘘を広められていたことが、私の中の二つ目の修羅場。もうムカついたから、そのことを SNS で愚痴っていたら、こないだ A 先輩からメール来た。いやー、最近なんかいろいろ大変みたいだけど、もしかして俺のせい？よかったらもう一回話さない？お前の勘違いのせいじゃ、ボケ。とは言えなかったので、とりあえず放置。してたら、二日後に追撃メール来た。私子さん、話そう。近いうちに。女の先輩に相談して、どう返信するか考え中。A 先輩に、そんなに僕に未練あるの？だから振られた腹いせに周りに僕の悪口言ってるんだよね。まったくもう、困ったちゃんだな、仕方ないから付き合ってあげるよ。と、言われる予感。ありえそうで怖い。とりあえず、どうも。あ、別に話すことないんで大丈夫です。って、全力で煽りつつ返信した。どんな反応来るか楽しみ。ただし相談乗ってくれた先輩曰く。多分これでも気づかないと思うよ。脳内お花畑だから。とのこと。うん、気づかないね。むしろ、俺に未練ありすぎて会いたくないんじゃね？くらい思ってるよ。呼び出されたとか告られたとか、見えすいた嘘ついて周りから白い目で見られてる人と関わりたくないんで、話すことなんてないです。あ、嘘つきレッテル貼られてるの気がつきませんでした？くらい言ってやりたい。まあ、送っちゃったもんは仕方ないから、ゆっくり返信待つよ。先輩には、何があるかわかんないから、絶対二人きりで会っちゃダメだし、電話も出ないでね。って言われてるから、直接話すことはないと思うけど、話す機会があったらそれ言いたい。どうやらバイト先で、モテる俺かっけー、を演じようとしていた模様。これが本当なら、私子は単にそれを演じるための駒に過ぎないはず。でも、今になってメール攻撃来てるとか、今後の展開を見ないとわからないね。今後、さらに私子を利用しようとしているのか？ここから私子への粘着が始まるのか？粘着が始まった場合、彼の嘘でなく彼の妄想癖かもしれないから要注意。こんなに思ってくれる後輩振っちゃうなんて、俺って罪なやつ、みたいな、ラノベの主人公みたいな状況に憧れてるんじゃないかな？って勝手に思ってる。一応、時系列的には、私子振られる。数ヶ月後、B 子と飲む。その日のうちに SNS で荒れる。3日後、メール来る。2日後、休日の朝6時に追撃メールが来る。数日放置。今日返信、って感じ。っていうか、どうせ思わせぶりな態度取ったんだろ。ラノベみたいとか、むしろお前の方が痛いわ。笑い話で済めばいいけどな。ろくでもないのはどっちなんだか。すぐにわかるだろうけどな。オープンで煽るやつの気持ち一回聞いてみたかったんだけど、何が楽しくてそういう煽りしてるの？頭の回転悪すぎ。だからこんなバカ男に振り回されるんだよ。簡単な話じゃん。元からなんとも思ってない、妄想もいい加減にしろ、迷惑この上ない。これらをきっちり伝えれば終わるのに。そんなね、面と向かってはっきり言える人間ばっかりじゃないよ。ましてやサークルの先輩なんだ、多少の気は使うよ。それに話が通じない人間もいるしな。まあこれからも変に接触してくるようなら、その相談に乗ってもらってる先輩についてきてもらって、はっきり言うしかないだろうね。本当そこまでおかしなやつなら、1対1で会うのは危険だからね、話し合いの時は録音も忘れずに。A 先輩は嘘つきのお調子者、というオチのような気がする。しかし、付き合ってもない、告白されてもないのに、人を呼び出して恋愛対象じゃないとか伝えるやつっているのか？随分恥ずかしいことをするな。レスいっぱいついててびっくり。はっきり言えない私も A を調子に乗らせてる原因なのは自覚してる。今度また勘違いメール来たら、ちゃんと言ってメール受信拒否するわ。ちなみに SNS は全部ブロック済み。相談に乗ってもらってる先輩は社会人だし細い女性だから、話し合いすることになったら強そうな奴に同席してもらうよ。2014年8月6日、レス番号577、ヨーグルト。
犬が下痢した。別に変わったものも食べてないしなぁ、と考えてたら、食べてないのはヨーグルトだった。私はヨーグルト大好きで、一日で大きい無糖のを一パック食べる。そうするとそばに来るのて、鼻先でスプーンから落とすと器用にキャッチして食べる。多分、3分の1くらいは犬が食べてた。あまり理由はないけど、最近食べてなかったんだよね。まさか犬がビフィズス菌で腸内健康を保っているとは思わなかった。ヨーグルト再開したら、犬のお腹も元気になったよ。人には人の乳酸菌でも、犬に効果あり。へえ、犬にヨーグルトか。下痢の猫も効くかな。2014年8月7日。レス番号592、内定。ゼミのやつに多伝されたこと。恥ずかしい話だが、俺はまだ内定がない。だから、企業からかかってくる非通知の電話に神経質になっている。こないだ志望度の高い企業の面接を受けた翌日に、非通知でかかってきた。しかし、電話をしてきたのは大手の内定を複数持っている A だった。企業からだと思ったっしょ？まだ内定ないって頭大丈夫か？だってよ。何回借りよりも、自分の無力感の方が大きい。A が、社会の底辺。とバカにしている介護や外食だって、雇ってくれれば俺は真面目に働くのに、内定はもらえない。とりあえず、自分は他人を傷つけるような真似は絶対にしない、と思ったよ。A みたいなことするやつより、592みたいな考え方の人間の方を雇いたいよ。いい結果が出るといいな。2014年8月7日。レス番号595、挙手。小学校の時の衝撃体験。学校外から偉い人が来て、授業を見て回っていた。私の学年に来る前の授業中に、担任の先生が、次の授業は学校外の人が来るから、全員手を挙げよう。わかる人は右手を挙げて、わからない人は左手を挙げて。と言った。授業も言うことが面白くて人気な先生だったため、クラスは団結した。学校外の人が来る授業になった。先生は張り切って授業して、この問題がわかる人。と言った。みんな、右手と左手を分けて挙手をした。私は答えが全く持ってわからなかったため、左手を勢いよく上げた。が、なぜか先生に当てられた。クラスのみんなが、え？ってなった。私も、え？ってなった。今では先生の向きから見て右手だったから当てられたのかと思うが、先生ほんの10分前のことも忘れたの。私左手上げてるよな。というか、問題全然わからない、どうしよう。ああ先生こっち見ないで。というか変な空気になってるよ、とかなりパニックになっていた。私はそこで問題の答えを考えるという思考は湧いてこず、勢いよく立ち上がって、笑いながら、わかりません。と答えた。学校外の人に笑われた気がする。後で先生に、ごめん。と謝られた。その先生のことはいろいろお世話になったから、小学校の二大恩師に、私の中でなっている。2014年8月7日。レス番号599、母。大学進学してから気づいたこと。俺の母ちゃんはバカじゃなかったってこと。ばあちゃんが母ちゃんのことを、派遣しかできないバカな女。とずっと言ってたし、そう思ってた。でも母ちゃんみたいにトライリンガルじゃないし、何カ国も読み書きするなんて無理だ。母ちゃんより頭良いと思ってたのに、英語も第二も中途半端にしかできないことに驚いた。短時間でババッと食事作るのも、ばあちゃんは、所詮時短でできる程度のもの、と言ってた。でも母ちゃんは全然飯まずじゃなかったし、ばあちゃんは時間かけて作ってて母ちゃんと同じか、それ以下だった。下宿して自分で飯を作ってて、初めてそれにも気づけた。夏休みだから帰省して、父ちゃんと話をした。母ちゃんがすごいってわかったか？と言われた。真面目な父ちゃんは学生時代、母ちゃんに成績で勝っても、実生活での雑学大ぶりに、二重の意味で参ったらしい。母ちゃんにさりげなく話すと、おばあちゃんやお父さんみたいに資格はないけど、それなりにできるから、一度辞めても仕事が途切れないのよ。楽よ。と笑われた。母方のばあちゃんもそういう人だから、多分天才肌なんだと思う。試験は嫌だから。ってなんとか検定は持ってないし、普段は漫画オタのぼっち気質で、バカにされるタイプ。母ちゃんの生き方というか、なんというか、いろんなものに衝撃を受けた。女性は、貧乏、親の意見などで、能力に見合った教育を受けていない比率が男よりかなり多い。母ちゃんは最低限必要なやる気しかなく、大学進学も親に勧められた難関次第に進学。理由は、より良い大学ならより良い結婚相手が見つかるから。っていう意見。結局父ちゃんと出会って大正解。とのんきな人。ゼミも、将来約束されたようなとこから勧誘されても、のんびりした雰囲気のゼミに行った。本当にぼんやりした人なんだ。暇さえあれば漫画読むか、寝ていたい人。ばあちゃんはキビキビした人で努力を欠かさない人だから、すごく尊敬してた。
でも母ちゃんのことを再認識してからは、話半分にしとこうと思う。つうか今までバカにして悪かったし、さっき謝ったら。嫁いびりしない姑、子供や孫にすがらないばあちゃんになったら謝れ。死ぬまで人の価値はわからんで。と言われた。これ、母ちゃんの中で座右の銘らしい。何か、今までの母ちゃんからだと軽く感じた言葉が、重く感じた。2014年8月7日。レス番号601、因果応報。母が離婚した理由が衝撃だった。私の母は20代で一度、子連れ離婚している。30過ぎてから父と再婚し、数年後、私が生まれた。だから私は兄とは半分だけ血が繋がっている。結構年が離れているので、兄には優しくて強いという印象しかない。普通に兄弟として育ってる。兄が成人した時に、母は号泣してた。シングルの期間があったから感慨深いのかなぁ、と思っていたら、違った。兄は低体重児だったそうだ。医者からは、生きるのは難しい、障害が残る可能性などを言われ、母の元夫と元夫の母は激怒。母を罵り。子供は治療しなくてよい。つまり殺せ。早く次の子を作れ、その前に検査を受けろ。など数々の暴言を吐き。俺の子はそういうのでは困る、ちゃんとした妻にちゃんとした息子が必要だ。と言ったところで母切れて離婚。兄を引き取った。元夫はエリートで資産家だったらしいけど、お金はそんなにくれなかった。養育費も無視。元嫁からは、良いお嫁さんかと思ったけれど、まともな子ができる体じゃなかったし、感情論で行動して子供と共倒れするなんてね。と言われたそうだ。母は必死で兄を育てた。じいちゃんばあちゃんや周りの助けも多くあったそう。で、兄は普通に成長した。別に小柄でもない。それを聞いた時に私はすごくびっくりして、その元夫って今どうしてるの？と母に聞いたら、再婚して普通に暮らしてるよ。と、後で父に聞いたら、父も詳しく知っていた。元夫は、希望通りちゃんとした妻と再婚し、ちゃんとした息子を授かった。名門校に入れて、しかしちゃんと生まれた息子はすぐに不登校になり、万引きや交通、女性関係で捕まり、いわゆるドキュンに。ちゃんとした奥様は姑とバトルを繰り返し、病んでご近所で気候を繰り返すように。内情は知らないけど、とにかくブロークンなご家庭で有名らしい。なんでそんなに知ってるの？と父に聞いたら、兄が高校に受かった時に、突然元夫と目が訪ねてきたそう。離婚して以来、音信不通だったのに。兄は県下一の男子校に進学したんだけど、と目が、兄を引き取りたい。と言ってきた。元夫は来なかったけど、電話だけしてきて。合格おめでとう。さすが俺の長男だ。こういうことはきちんと連絡しないとダメだろう。って、元とめも、こういうことですから、今後はうちで面倒を見ますから。だって、養育費も払わんと。当然両親を断り、兄もお断り。元とめは兄の手を握り。必ず迎えに来るからね、よく頑張ったね。ずっとずっと心配していたよ。不都合はない？って言ってたって。私はその時昼寝してたそう。それからもちょくちょく連絡はあって、不審に思った父があちらの現状を調べたら、上記のブロークンっぷりが分かったそうな。兄が大学に受かった時にまた連絡が来て、その時は元夫もうちに来て、兄を引き取りたい。と。当然断られるんだけど、元夫は母に、お前、これが最後のチャンスだぞ。良いのか。って言ってたって。その時も私は昼寝してたって。後日、兄は祖父と一緒に元夫の家に正式に断りに行ったんだって。とめ大歓迎だったけど、奥さんはいなくて、豪邸なのにゴミ屋敷だったって。元夫は偉そうに、長男としてお前はこれからうんぬん。って言い出したけど、兄は遮って。あなたに育ててもらっていないし、人柄も好きになれない。尊敬できないので家族になるつもりは全くないです。というかすごい家汚いですね。掃除しないんですか？キッチンが物置になってますけど外食なんですか？僕の家は母がいつも綺麗にしてくれてますし、美味しいご飯がいつも出てきます。こんな汚いキッチン見たことないです。びっくりしました。本当に汚い。臭い。掃除した方が良いですよ。と言って帰ってきたって。祖父が言いふらしていた。今はどうしてるんだ。と思ってネットで検索したら、ちゃんとした息子さん、逮捕されてたよう。検索いっぱいヒットしたよう。住所聞いて家まで見に行ったら、売りに出されてた。さらに物件情報調べたら1年以上売れてなくて、どんどん値が下がってるの。事故物件扱い。元夫は早期退職、奥さんは実家に帰ったって。帰宅して母にそのことを言ったら、しこたま怒られた。そういうことをするな。って頭はたかれたよ。それもそうだな。でもざまあだ。非道な奴らにお見合いの末路ですね。そんな奴らから逃げて幸せな家庭が持てて、よかったよかった。低体重児って2500以下でしょ。今時珍しくもなんともないじゃん。むしろ3000超えると、大きいね、と言われるのに。
うちの子は1500のギリギリ低体重時。小さい頃はペットボトルと並べて写真撮ったな。今は普通の体格です。10ヶ月で歩いたしね。2014年8月7日。レス番号609、G の卵。G 話注意。本当に注意。G の卵、実物見たことないんだけど、黒い豆みたいなの?の中に詰まっている卵が、すべて3の倍数だということ。中学の頃の先生が言ってた。元生徒、私が通ってた学校に赴任する前の生徒が、G とか平気な子で、自由研究で卵を分解して数えたんだそうだ。そしたら、全部3の倍数だったとか。結構な大発見だったので表彰されることになった。とか言ってたので、もしかしたら探せば記事とまではいかなくても、何かしらの記録が見つかるかもしれない。ただ、G を触るのは平気でも、G を触るのが平気だと知られるのは嫌だったので辞退した。とか言ってたけど、もう十数年以上前に聞いた話なのに、強烈に覚えている。一匹見つけたら三十匹って、あながち適当な数字じゃないんだ。と衝撃的だった。でも本当かどうかは知りません。調べたら絶対 G 画像に出くわすと思うと、検索すらできない。という話をすれたいだけで判断して、よしここだ、と書き込んだ後、板が全く違うことに気づいたとき、住人の皆さん大変申し訳ありませんでした。その時は質問だったんだけど、よく考えたらソースとか教えてもらっても見に行けないから、衝撃体験ってことで。ゴジラ?